どうもかなです。今日は横浜で開催されるジャパントラックショーの会場に来てます。で今日は準備っていうことでみんな作ってるんですよ、会場を。職人さんたちがトントンやったりとかして作ってるんですけど、すごいですね、どこも。で明日が初日で開催されるので楽しみにしたいと思います。はい、初日終わって今ホテル着きました。こんな感じホテル、はい、まあ一人部屋って感じで洋服いっぱいかけたはい、っていう感じで今日は寝たいと思います。バイバイ。はい、今日開催初日のオープン前です。まだお客さんは入ってないんですけど、昨日工事中だった会場がこんなに綺麗に完成しています。はい、こちら開演直前の様子になります。今回私のビデオではこんな感じでイベント参加してきましたっていう感じの Vlog にしました。で私以外にも YouTuber さん結構来てて、あのおじとらさんとかしみじゅんさんとかちゃんけさんとかが多分企業の詳しい説明とか多分映像もしっかりゆっくり見れると思うので、もし興味がある方は先輩たちの動画見てくれたらいいのかなって思ってます。私は今回ジャパントラックショーって初めて行かせてもらったんですけど、やっぱりね、好きなものとか自分の興味あるものっていうのは見てるだけですごくワクワクするし、すごい面白いなっていう風に感じました。でこういう風に撮影させていただいたりとか発信する機会環境とかがあるので、特にねもっと若い世代に魅力をどん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 伝えていきたいなっていう風に強く感じましたね。もちろんドライバーとしての経験も積みながらどんどん成長して頑張っていきたいと思ってるので、今回の動画も最後まで見てくれると嬉しいです。始まるよ。はい、1日目のイベント開催されました。でこんな感じでセノプロのコーナーはすごい人がたくさん入ってますね。大人気です。おじとらさん今ふそうのブースにお邪魔してます。新しくなったテールランプがあるみたいなので、 こちらです。かっこいい。これいつからだったんですか？2日前わ、めちゃめちゃ最新ですねこれ車体はスーパーグレート車体はスーパーグレートですね。大型電源機能レベル2 の機能がついてる最新の大型トラックです。かっこいい。ちょっと一周撮影してきます内装見れるみたいですね。はい、今は2日目終盤なんですけど、今日も T シャツ着てます。で今日はね、たくさん人いて、もう私も結構視聴者さんに声かけていただいて嬉しかったんですけど、今日ブーツなんでめっちゃ疲れましたで今もうあとちょっとでね、今日も終わりなので人少なくなってきて、だからちょっと気になってる企業さんのとことか見てこようかなって感じです。じゃあ行ってきましょう。ここは吉野自動車さんで、セノプロのイベントでいつもお隣とかいっぱい車出展されてる、すごいかっこいいトラックがいっぱいですね。これチェーンなくても雪道走れるらしいです、チェーン規制の。すごい、これなら一人でもチェーン巻けなくてもできそう。かっこいいこの棚。やってますね。はい、
セットか、はい、このラ、はい、ランヤードとノートと下敷きのセット、あとはこの T シャツです。 T シャツとあとこのチェーンセット。ガチで選んでいいですか？ハイザラス、ハイザラス、はい、ハイザラスはめっちゃ嬉しいんだけど。やばい、ね、前のおしゃれですよ、おしゃれ。超好き。3500円。マジ1500円。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はイベント3日目最終日です。で、今まだお客さんも入ってない状態で、あと5分くらいしたら一般入場開始って感じなんですけど、今日は午後ぐらいからかな、ポンタさんとババヒさんが来るみたいなので楽しみです。久々会える。はい、ということで私ちょっと準備したりとかいろいろしていきたいと思います。基本的な操作方法ってクオの方大丈夫ですか？わかります？初めてです。あ、本当ですか？はい、はい、2ペダルでアクセルブレーキがあって、これが今現在のニュートラル、はい、白い線ですね、はい、で走行は D レンジで主に走ってもらいます、はい、でリバースするときはここのボタンを握ってもらうとリバースできますので。あ、はい、ありがとうございます。今軽くちょっと据え切り、こうハンドルをこう据え切ってもらっていいですか？これは大型の大体パワーするんですけど、でブレーキペダル踏んでもらってですね、ブレーキ踏む、はい、踏みっぱで、はい、でこのホイールパーク、このでっかい皿を上げて下ろしてもらいます。でまたさっきみたいに操作してください。え、なんで軽くない？動いてます？で動いてないです。これが UD アクティブステアリングって言って、モーターがサポートしてる機能になります。これタイヤは動いてます？動いてます、もちろん動いてます、動いてます。でまた引いてもらうと通常のあれに戻ります。でやっと、はい、重たくなった、はい、あ、これ重たくなったけどタイヤは動いてるんですか？動いてます、動いてます。はい、本当に指一本で動く。そうですね。なんか噂では聞いてた。はい。左側から右にこうジグザグスラロームですね、やってもらう感じ。左ってこうですよね。こっち、ごめんなさい。左から最初は左に走ってもらって右行って、そうですね。はい。ゆっくりで大丈夫ですよ。コースが狭いんで。狭いですよね。はい。GK で、でそうですね。はい。トレーラーヘッド初めてだ。大丈夫です、ただ短くなっただけなんで、はい、でも切ってもらって、でミラーで、そうですね、はい、全然大丈夫です、はいはい。で普通にちょっとアクセル踏んでもらって、はい、そのぐらいスピードでまた切り返して。もうなんか軽すぎて。最初乗られてる方は違和感感じると思うんですけど。うわすごい。あ、なんかハンドル戻るのも。戻ります、戻してくれますね。スムーズに行きますね。はい、おお。面白い。何使うか、これ。デコボコです。普段こういうところだとハンドル取られると思うんですけど、はい、ハンドル全く取られないです。はい。どうですか？え、本当だ。全然来ないですよね。だから手放ししても平気ですよ。手放ししても。全然ハンドルまっすぐだと思うと見てもらうと。わお、わお。え、すごい。そうですよね、はい。いちいちこうなっちゃいますもんね。そうです。それがないんですよ。それがステアリングですね。はい。で、そっから目いっぱい来てもらっていいですか？いいですよ、ジャーンって来ちゃっていいですよ、当たるまで。で、アクセルちょっと踏んどいてもらって、軽く止まんない手で、ね、踏んでもずっと踏んでもらって、いいですよ、乗っちゃって、で、手離してください、手離してください、そのままずっと手離しててください、戻ってしてくるんです。怖い怖い怖い。で、ハンドルまっすぐまで、ここまで戻ってくるんです。すごい、はい、今のはすごい、はい、えっ、もうこれもアクティブステアリングの、特徴の一つです。今から会場搬出でトラックを外
外に出したりとか、骨組みとかを解体して職人さんたちが一気に会場を片付けます。会場片付け終わったらお家に帰るんで、そしたらね、たくさんファンの皆さんからお土産をもらったので、それを紹介したいと思います。落ち着いたら動画また回したいと思います。私もお手伝いしていきたいと思います。後日なんですけど、行った時よりもね、たくさん荷物が増えまして、思ったよりファンのみんながちょっと遊びに来てくれて、差し入れをたくさんもらいました。一個一個さ紹介したいんだけどね、あれだから見て、こんなに可愛いお菓子もらったそう、こんな感じで、ほら見て、こんなにお菓子がね、お菓子いっぱいもらった、お菓子いっぱいもらったの。あ、これは UD トラックスのボールペンなんだけど、試乗したらもらいました。お土産ありがとうございますとかね、ほら見て、化粧品もらったりとか、ほらクッキーでしょ、あとこれなんだろう、多分お菓子だと思う。あとクッキーとか、あ、そう、あとね、これ見せたかったの、じゃじゃーんダーツの景品でもらった灰皿、めちゃめちゃ可愛くない？お土産でもらった中で私が今回一番気に入っているフソーのクマちゃん、めちゃめちゃ可愛くないですか？これもトラックに飾って頑張って一緒に運行していきましょうはい、でこんな感じでね、たくさんの方に声かけてもらったりとかして、まあ、今回のイベント初めて行ったんですよ。名刺も持って行ったし、ステッカーも持って行ったんですよ、まあ、それなりに想像をはるかに超えるぐらいね、話しかけてもらったりとかして、なくなっちゃったんですよ。だからせっかく会いに来てくれたのにステッカーを渡せなかった人もいたりとかしたので、びっくりしました。私もあともうちょっとでチャンネル登録者数自体も10万人いくので、もうちょっと頑張りたいと思います。はい、でこんな感じでね、少しでも物流業界ね、もっと今よりもっと盛り上げるお手伝いができたらなっていう風に思ってます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日もご安全に、バイバイ。